演説の練習をする、デモステネス。弁論術の著者アリストテレス修士学は、弁論、演説、説得の技術に関する学問分野。弁論術、誘弁術,術、説得術、レートリ系、レトリックとも言う。西洋に古くから、ある学問分野で、その起源は古代ギリシアに遡る。中世ヨーロッパでは、大学の自由七かの一つに数えられた。 現代でいうレトリックとはやや意味が異なり、基本的には弁論、演説の技術で、聴衆の説得、先導、魅了を目的とする、かなり政治的なもの。そのため、修辞学では、聴衆を丸め込む、心理操作の技術が大きな位置を占め、さらに演説者の身振りや、発声法なども、重要視された。つまり、修辞学は、文才だけでなく、言語学、政治術、 話術、演技論、感情分析、思考法などの相対だった。レートリ系という学問は、紀元前5世紀のポリス社会のギリシアで生まれた。もともとは、シケリアの法廷弁論において発達した技術であり、創始者は、コラクスとその弟子の弟シやすとされる。当時のギリシアでは、法廷だけでなく、アゴラや、プニュクスなど、様々な場面で弁論、演説が行われていた。 そのため、レートリ系を制御にするロゴグラポスという職業、あるいは雄弁家という肩書きが存在した。中でも、イソクラテスら当時のアッティカ地方で活躍した雄弁家たちは、アッティカ重大雄弁家として後世に語り継がれている。そのような中で、ソフィストたちはレートリ系を教育科目の一つとして世に広めていた。哲学者プラトンは、 そのような当時のレートリケの流行に反発した。プラトンは、その著作群の中で、ソクラテスにレートリケの手法ではなくディアレクティケの手法で語らせることにより、真理や正義の探求ではなく聴衆の誘導を目的とするレートリケに対抗した。特に、ゴルギアスやパイドロースでは、レートリケを主題的に取り上げて批判している。一方、 アリストテレスは、師匠のプラトンとは異なり、レートリ系とディアレクティ系を相通じる技術として捉えた。アリストテレスの著書、弁論術では、先行する諸学説をまとめて、レートリ系を体系化した。その他、弁論術の関連著作に、史学、トポス論、ソフィスト的論学について、アレクサンドロスワテの弁論術などがある。アリストテレスは、レートリ系を、 論理学と似て、非なるものと捉えていた。アリストテレスやイソクラテスの影響の下、古代ローマでも修辞学は流行した。とりわけ、キケロ、弁論家について訳ウィンティリアヌス、弁論家の教育によって体系化が進められた。修辞学の5分野が確立したのもこの時代である。5分野とはすなわち、1、発想、2、配置、3、修辞4、 記憶、語、発表の語分野を指す。中でも、発想すなわちトポスを蓄積するという営みは、中世ヨーロッパの教養の大部分を占めた。また、ローマ帝国期には、古代ギリシアへの同型から、アッティカ方言のギリシア語弁論を模範とする弁論も流行した。そのような背景のもと、 ウェスパシアヌス及びハドリアヌスからマルクス・アウレリウスの時代にかけて、修辞学教授の直任制度が整備された。ビザンツ帝国においても、コンスタンティノープル大学などで修辞学が扱われた。中世前期のヨーロッパでは、ボエティウス、カッペラ、カッシオドルスらによって修辞学が扱われ、後の大学の自由七中につながった。中世イスラム世界のイスラム哲学においても、 修辞学は扱われた。とりわけ、アリストテレスの弁論術が他の著作と同様に、ファー・ラービーやイブン・ルシュドに授容された。その後、12世紀ルネサンスを経て、トマス・アクイナスにも授容された。弁論術はルネサンス期に、たびたび印刷、翻訳され、17世紀のホッブズに注目されたりした。14世紀のルネサンス期には、ペトラルカをはじめとする、 人文主義者によって、イソクラテスやキケロの伝統の復興が進められた。16世紀には、イエズス会の教育計画において、修辞学が中心に位置づけられた。近世にはその他、ビーコの思想において、修辞学的な思考法が重要視されたり、ラモン・リュウや、ピエール・ラムス、ジョルダーノ・ブルーノらによって、上述の記憶が修辞学から半ば独立すると同時に、 ヘルメス主義などと合わさって流行したりした。近世ヨーロッパの修辞学は様々な芸術に影響を与えることもあった。例えば、記憶術の思考法がルネサンス期の劇場や庭園の設計に影響を与えることもあった。あるいは、バロック音楽の音楽理論に修辞学が取り入れられることもあった。あるいは、ティツヤーノの絵画、ビーナスへの封建などのように、 古代の弁論家が残したエクフラシスと呼ばれる文献群に由来する絵画が描かれた。近代以降、修辞学は様々な学問に分化し、あくまで言語表現に磨きをかける技術という領域に押し込められていった。ただし、20世紀後半以降、様々な観点から伝統的な修辞学が再注目されることもある。具体的には、文学理論。 物語論、ディベート術、プレゼンテーション術、コミュニケーション学、非形式論理学、議論学、クリティカルシンキング、アカデミックライティングなどの観点から再注目される。とりわけ、ロランバルト、ポール・リクール、カイム・ペレルマン、グループミューが修辞学について論じている。また、マクルーハンのメディア研究に影響を与えたり、 ビジュアルコミュニケーションにおける、ビジュアルレトリックとして転用されている。また、現代言語学においては、対象言語学の観点から、対象修辞学として研究されたり、認知言語学の観点から、認知修辞学として研究されたりしている。そのような背景のもと、日本でも、佐藤忍、三輪の正し、沢田明夫、中村明らをはじめとして、 多くの学者が修辞学について論じている。全近代のインドや中国、日本には古代ギリシア由来の修辞学はほぼ伝播していない。イエズス会の中国宣教師、ジュリオアレーニによって文科と簡約されて紹介されたり、長崎のコレジオで修辞学講義が開かれたりしたが、伝統として根付くことはなかった。ただし、修辞学と似たもの、あるいは、 文才文学理論という意味での修辞学の伝統は、各地域にある。例えば、バーマハや、ダンディンが論じたインド文学、カービアの理論や、流教、文心潮流や空海、文教皮膚論が論じた中国文学の理論、監視文におけるツイク、和歌における掛け言葉、などの伝統がある。上記のイスラム世界にも、ジャーヒズや、サッカーキーが論じたアラビア語文学の理論がある。 明治日本において西洋のレトリックが授与されると音訳から漢訳まで様々な訳語が当てられた。例えば、1870年代初頭の先週の場合は文字学と訳した。その後、小崎幸夫『公開演説法、菊池大六、修士及び花文、黒岩大、雄弁美辞法などでレトリックが紹介された。とりわけ、 早稲田大学創設者の一人でもある、高田早苗の美字学は、内容は、レトリックだけでなく、美学も含むものの、坪内逍遥や、竹島葉衣によって、日本の、修辞学の草分け的な書物として位置づけられた。この、美字学の後、島村方月、新美字学や、いがらしちから、新聞商工案によって、上記の、 文心潮流などの和漢の伝統とレトリックが結びつけられた。以上のような修辞学の研究は大正以降は衰退したが、長期の20世紀後半の佐藤忍らによって再興された。明治日本では以上のような修辞学の研究と並行して福沢諭吉を草分けとする演説の文化も流行し、自由民権運動を後押しした。中国では、 1900年代から日本の諸著作の影響を受けつつ、レトリックが紹介された後、早稲田大学留学生で、いがらしからの教え子でもある、陳のぞむ動画、修辞学発本を表し、以降の中国修辞学の草分けとなった。修辞という漢語は、古くからあり、液響の一説、修辞律その誠に由来する。お牛や平林は、 それぞれの思想のもとに、習字率その誠を解釈して論じていた。以上の他にも、主要文献の日本語訳が、1990年代から、京都大学学術出版会、西洋古典総書の一環として、順次刊行されている。2010年代には、岩波書店から、審判アリストテレス全集も刊行されている。修士及び花文は、チェンバーズ兄弟。 インフォメーションフォーダーピープルの項目の分け、すなわち文部召喚、百科全書の一つ、ありがとうございます。